が善悪です。だからなんか全然全然イコラブのこと知らないあのお兄さん方とかが3人ぐらいで、なんかさっきそこで遊んでたらなんかイベントやってたから来ちゃったみたいな人もいましたね。そんな感じですね。アリオカシワやってました。アリオカシワが最後ですか、私たち。あれどこだ、そうですよね、あれ違ったっけ、ズルズルの全役司会、全国でいろいろ、でも透明版が多かったかな。透明版で予約全国握手会っていうのは福岡とかでやったりしてましたね。そうだね、全役はメンバースルーする人もいる。そう、3人いるけど一番最後のメンバーとしか話したくないって人もいるから、もうなんかこういう方もいる。うん。全役所全役っていうところ、あ、そうなんだ。そうなんですね。とか一番最初の人がもうしか好きじゃないって方はもう一番最初の方握手したらもう抜けるっていう方もいたね。そう、うちが握手したい。嬉しいね。そう、3人でとか4人とかでやってるからそういうことは全然あります。またね、復活したりしたらいいですけど。まあでもツーショット撮影会とか今までなかったから、ある意味ある意味レアかもしれないですね。新しいイベントになったり、オンラインはしかもそのままだったりもするから、また新しくなるかもしれないですし、それは分かりませんけど。そうね、ツーショットまだね分かんないから、3月になって初めて1回目になるので、まあそれで様子が分かって6月っていう方もいるのかなって思ったりしますね。イベント何でも楽しみです。一緒ですね。私もイベント楽しみだから、何でも。なんか2月3月は特にイベントいっぱいある月だから、イエイって感じ。そんな感じ。うん、対面も握手ないですね今は。おー、ツーショットで初めてしょこちゃんに会える方楽しみにしております。よかったらね、名札とかつけてきていただければ名前がわかるかと思いますね。あー28分ありがとうございます。ではそろそろ終わろうかと思います。応募してくれた皆さんありがとうございます。ランキングタイム、
13位、糸パンさん。12位、ルルルタンナさん。11位、ユキハさん。10位、メリダさん。9位、俊作さん。8位、黄金さん。7位、ゆずきぬさん。6位、タッケイさん。5位、ゆうきさん。4位、トシンさん。3位、ゆうたさん。2位、ゆうやさん。1位、ヘイブンさんです。ありがとうございます。2列目、バンナナさん。人生じいちゃん。ターくん。スラスラさん。大陸さん。中じいさん。ヒルカレーさん。ヒッキーさん。翔太さん。さゆりさん。高弘里さん。あおちゃん。 URP さん。リースさん。シワさん。たわしさん。トキワさん。ハラディさん。サナさん。コロスケさん。トミーさん。 P21 さんです。ありがとうございます。たくさんの星投げギフトコメントありがとうございます。そして今日のイベント応募してくださった皆さん、ありがとうございました。みんなと会えるのを楽しみにしております。ということで終わりたいと思います。今日は朝も夜もありがとうございました。明日はできるかわかんないけど、できたらやりますね。ありがとうございました。おやすみなさーい。感謝。インスタリール載せてるので見てください。 TikTok は食花花食で猫ミームやってます。見てください。ありがとうございました。